り切って出発。多い方がいいよね。宝箱は多い方がいいよね。行動可能。行こう。任せて。そうだ、あっちの滝とかこの真っ黒な川水はもしかして全部影？その通り。中に落ちちゃったら水に落ちるよりずっと危険だよ。そのリトストっていう人、彼は一体？それについてはリトおじさんの功績をみんなに言い聞かせたい気分ではあるんだけど、生前の願いが誰にも知られないことである以上、うちもベラベラと話さない。それにはっきり言っちゃったら、一部の人にとっては老朽にいるだけで一日中恐怖に襲われるよ。そうなったら琥珀街でまともに商売することはできない。次はどんな冒険が待ってるのかな。張り切って出発。宝箱は多い方がいいよね。
は多い方がいいよね。前方の敵は私に任せて。行くよ。セノディオ、ターゲットに接近中。みんな、ついてきて。宝箱は多い方がいいよね。行くよ。さあ、えい。ギュ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 。ほっ。さあ、バシバシの流れよ。私にもおかしい。こいつら前よりも手強くなってる。そう。じゃあ、カク、うちらも手伝いに行こう。カク？パワー全開。当たれ。ねえ、カク、無視されるとこっちの面目が立たないんだけど。すまない。さっきは、あいつらの影を感じ取ることに専念していた。単刀直入に言うと、もう少し急いだ方がいい。奴らを呼び寄せる力。そこにはドニグルの痕跡が多少はあるが、元をたどれば栄誕が大半を占めている。え？エンジン点火。やつらを目覚めさせよう。おっとっと、クーチャーリレー。ギュ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 。終わりを告げようか。はっ。じゃあ、気に入ってくれるよ。行こう。はっ。また私の番。任せて。セナディア、ターゲットに接近中。張り切って出発。みんなついてきて。張り切って出発。遠慮はいらない。言いたくない。本当にまた今日。おーい、こっち。あっ、ヤッホー。来た。どれ。稲妻、準備完了。宝箱は多い方がいいよね。みんな、ついてきて。よいしょ。張
宝箱は多い方がいいよね。みんなついてきて。宝箱は多い方がいいよね。前方の敵は私に任せて。張り切って出発。張り切って出発。みんなついてきて。宝箱は多い方がいいよね。いくよ。宝箱は多い方がいいよね。よいしょ。前方の敵は私に任せて。おっ、ふっ。張り切って出発。宝箱は多い方がいいよね。結果から見れば私の時と同じ。釘がとうとう抜かれたの。その通り。ただ理論上はそんなに早く抜かれないはずだ。もしかしたらあいつには自分なりのチートツールがあるのかもしれない。単語の使い方は合っているだろうか。そうだ、単語の使い方はさておき、こっちもチートツールを持ってるよね。みんなの推測によると、ここの影は一種の根源物質なんでしょ。今目の前に影がこんなにあるんだから、前より情報を抽出できるはず。あ、確かに。つまり根源物質抽出装置がこっちのチートツールってこと。うんうん、あの犬は小弱や角おばさんの存在を多少は知ってるかもしれないけど、この手があるとは思いつかないんじゃない。一理あるね。それに離島寺さんの影がついてる以上、アレルギーの問題もしばらくは無視できる。わかった、じゃあ試してみるね。これは師匠の手帳みたいだね。英単に埋め込まれてたなんて。でもこれで説明の手間が省けた。100年前、老朽という世界がどう誕生したのか、多分答えが分かったんじゃない。つまりこの計画通りに実行したの。そう。じゃないとうちらはこうしてここに立ってることすらできない。通りで一日中恐怖に襲われるって言ったんだ。
老朽に流れてる川は、元をたどればどれもとある人物の殉死の血ってこと？そこまで絶対っていう話じゃないけど、最初は確かにそうだった。でも数少ない一部の人を除いて、ここにいる大半の人にとって永誕は確かに帰る場所なんだ。帰る場所？そう。何しろ大崩壊を均衡状態にさせられるっていう視点から見れば、永誕も完全な解決手段にはならない。最後を迎える人は自ら永誕に入る、もしくは体と永誕を何らかの方法でつなぐんだ。そして最後は跡形もなく消える。これは老朽の伝統と言ってもいいかもしれない。なるほど。つまり命の果てに存在する死に対する恐怖が老朽を今まで存続させたのか。確かにそう理解することができる。少し変わった方法だけど、あんたたちは確かに世界の法則を定めた。でも聞く限り、私たちは桜花でもリトストの行動の後を目にしてたはずだよね。あ、ヘリアはいなかったね。小尺を媒体にしてある古代遺物を使って琥珀街に関する情報を探ってた時の話だよ。待った待った、遺物じゃなくて文物だし、師匠はまだピンピンしてるから。あ、ごめんなさい。とにかく小尺と接したことで文物は老朽に関する情報を途切れ途切れに再現してくれたの。そして殉死の術であるリトストの名前も出てきたんだ。そんなことがあったの？あ、見ちゃいけないものを見たりしてないよね。え、何のこと？時間と条件がかなり限られてたから、人工知能を借りて文字盤の情報をざっと読むことしかできなかったの。何かまずいことでもあるの？なんなら後で親切姉さんに頼んでそれを NG ワードに加えてもいいけど。そうなると後でまた簡略版を教えないといけない羽目になるよね。そんなに難しい顔をしないで。要するに彼女も七術の一人で琥珀街の住人。そのシステムによってプライベートが再現される可能性があるってこと。それで七釘の効果だけど、本当はリトストが自分の死で生み出したの。うん、だいたいそんな感じかな。七釘は本物の釘みたいに老朽をどこかに縫い付けてるわけじゃない。術の力で永誕と老朽をくっつけることで大崩壊に対抗して海による侵食を防いでる。だいたいって言ったのはちょっとした違いがあるから。各みんながはっきり見られる方法とかないかな。内容が明白ではないけれど、望み通りお見せしよう。これは取るに足らないちょっとした機能だ。何を見せてるのかを聞いてるの。わかった。暗夏四地方という地理用語はみんなも知っているはず。そのうちの二つ、老朽と桜花は見ての通りこの状態で存続している。全体的な構造ははっきりとしている。このように今の桜花、老朽、そして全てを飲み込もうとする海が上から下へと並んでいる。現実の空間では世界の間に上下左右といった関係はないけれど、それぞれが置かれている状況はほぼこのような状態だ。置かれている状況？100年前、7人の術が成したのは極めて単純なこと。7人は力を合わせ世界の一角をちぎり取り、それを桜花と海の間に存在させた。つまり今の老朽、一人の死をもって世界中の影を死の淵に変える。そして大地を流れるそれが押し寄せる波を防ぐ。最後に七釘を叩き込むことで永誕の支流が溢れないように安定させる。これによって老朽は守られ、桜花は侵食を受けずに済んだ。じゃあ
釘が全部抜かれたらどうなるの？答えは簡単だよ。桜花がすぐさま昔のように戻ることはないが、栄丹が蓄えた力はたちまち老朽を引き裂くだろう。でもあの犬にとって何のメリットもないじゃない。もしかして老朽に恨みがあるの？そんなに大げさなものではない。影の造物である以上、ドニグルにとってデメリットは存在しない。もしそう簡単なことじゃなかったとしたら、エイタンが世界の泡を縫い付けられるなら引きずることはできないの。例えばこんな風に。残念ながらそれは十分あり得る話だ。待って、コラリ、それってもしかしてあいつがわざわざ桜花に行った理由だったりする？その際ドニグルは自分の標的を残し、栄丹の力を借りて世界を丸ごと引きずろうとしてるってこと？少なくとも桜花と老朽は反転するかもしれない。そうなれば何のメリットもないとは言えない。つまりこの100年の間、二つの世界の境遇は不公平だったって感じたの？さて、どうかな。あくまで私個人の見解だから。でもこっちには、釘を元通りにする能力を持つ人がいるでしょう。つまり、釘を元通りにしていけば、ドニグルの目的は達成できない。そして持久戦に持ち込んで、尻尾をつかむといいんじゃないかな。聞いたところ、相当な肉体労働になりそうだね。おそらくそう簡単にはいかないだろう。もしかして、そういえば目の前にある釘はリトストのものじゃないよね？その通り。彼の釘はあの最初の柱だ。さっき見た影も彼の持つ罹患の術装。わずかな手がかりを手に入れたみたいだ。おめでとう。事実上このようなつながりだけではなく、ドニグルが今まで残してきた痕跡を細かく分析すれば、栄丹特有の力を駆使していたことがわかる。それは他の七術とは関係なく、ただ単にリトストから得たものだ。もしかしたら根源も存在するかもしれない。それって厄介だね。影って言うなら、リトおじさんとドニグルは同一視しても問題ないし、栄丹の力を使うとなれば他の人よりもずっと簡単だよ。他にそれを証明できる手がかりはある？ない。でも桜花の学者たちに聞いてみたらどうだろうか。何しろ彼らは他の視点から事態の変化を観測しているはず。そうだね。親切姉さんに連絡しよう。うん、私もさっき夢追い人に持たせた観測デバイスであなたたちが話し合ってた内容を把握した。研究所もその可能性について調査をして、標的になりそうなポイントを捜索する。それであなたたちの方だけど、老朽にいることも考慮して、そこからつながりを断ち切る方法がないか探してほしい。試す方法はあるが、おそらくそれは大博打になる。大博打？その通り。唯一の方法はみんなにすぐ死んでもらうこと。それもなるべく早めに。まあただね、その面白くない冗談の意味をはっきり教えてほしい。なるべく早めに。今回は冗談ではない。何しろ栄丹はある程度ドニグルの一部になりつつある。ドニグルはきっと七釘を抜き、栄丹を解放させることに集中しているはず。なら、その尻尾をつかむために、栄丹に飛び込めば、両者を引き離す機会を見つけられる。大博打と言えるほどの話だとは思えないけど。栄丹に飛び込んだ時の代償は？死に際に立つものではない以上、老朽の伝統のように、本当の意味で命の終わりを迎えることはないはず。しかし、それを同化する気がドニグルにないなら、術装にまとわりつかれ生きていることを後悔するだろう。つまりドニグルが栄丹と同化した時だけ飛び込んでも自殺にならないよね？
ああ、その場合のみ。リトストの影はあなたたちに危害を加えない。そうすれば身の安全は保証されるだろう。しかし、それでも入るタイミングを見極めないといけない。つまり水に飛び込むというよりもお腹の中に入るといった方がぴったりかな。ああ、ただ異常に気づかれた場合、腹の中にいる以上あなたたちに反抗手段はない。あなたの手助けがあっても？私の助けがあることも含めて計算した場合、勝率は 99% 以上になるだろう。そんなに簡単なものなの？いや、私の助けを得られない確率はもともと 50% もある。おい、少女くん、どう思う？うちも何かうまいことを言いたいんだけど、例えばここは一人くらい見張り役を置くべきだよ。見張りと言ったらちょうどうちが得意なんだとか。でも本当に推測通りだとしたら、さすがによそ者たちに老朽のことを任せっきりにするわけにはいかないよね。世を渡り歩くには義を重んじないと。どうせタイミングさえ見定めれば、もう一人の術の協力が必要かどうかは別に重要じゃない。そうだよね、カク。確かにその通りだ。でもやっぱり腑に落ちないことがあるんだ。ドニグルは何のためにここまでしてるんだろう。師匠を起こしたりしたら絶対ひどい目に遭うのに。師匠？ドニグルの状況はともかく、そのタイミングとやらをどう把握するの？まさか運任せとか言ったりしないよね？もちろん。今みたいなことになるとは予想してなかったけど、方法ならとっくに準備してある。琥珀街にいた頃、商売だけをしてたわけじゃないし、それを忘れてもらったら困るよ。あの花火のこと？ごもっとも。他の釘の場所はうちがちゃんと把握してる。花火さえ見られたらそうそう、ここの釘をもう一度封じておこう。何もしないよりは多分マシだから。花火の方なら多分もうすぐ見られると思うよ。次はどんな冒険が待ってるのかな。
近くに崩壊エネルギー反応があるから気をつけて。宝箱は多い方がいいよね。こんなに早く来るなんて。うちの封印のおかげなのかな。だからすぐに影が集まってくるんだよね。大した反応はなかったね。次の釘を見に行こう。私の番。あ、いや、任せて、うん、宝箱は多い方がいいよね。間違いない。釘の近くだよ。早く行こう。こっちこっち。前方の敵は私に任せて。宝箱は多い方がいいよね。ここかな。さっき言い出した時はてっきり。もちろんやっぱり支流の方が安全だからね。前に栄誕を見たけど、本当にそこから飛び降りたら、核が言ってたように溺れ死にはしなくても罹患の十層のうちのいくつかに出くわすだろうね。ここは一人くらい見張り役を置くべきだと思う。見張りといったらちょうど夢追い人が得意だよ。夢追い人のお姉さん、うちの言葉をパクってない？うん、わざとだよ。将を陰と欲すればまず馬を伊予と提案したのは確かに私だけど、夢追い人に何かあったらみんなも老朽から生きて出られるとは思わないでね。うわー、親切姉さんにこんな恐ろしい顔があったなんて。でも安心して、私がいる限り夢追い人は絶対に大丈夫。説得力はゼロだけど。それについては道具である私がこういうのもなんだが、栄誕に入る心の準備が整っていないなら他の方法を用意できる。え？どんな方法？言ってみて。以前コラリーにも与えたことがある。通常ならば投下交換をした時にだけ行えるが、このような緊急事態には臨機応変が必要。私に与えたことがある。待って。それではあなたたちの望み通り。